プラハ市内のオルシャンス系墓地にあるサビナの墓、カレル・サビナは、チェコの作家、ジャーナリスト、アリアンジェリンスキーやレオブラスなどのペンネームも使用していた。カレル・サビナは、レンガ職人や、洗濯屋を営む家系の中の砂糖製造工場の、経営者の娘の婚外子として生まれ、貧困の中育った。サビナ自身は、自分を、ポーランド貴族の死生児であると語った。 その後大学に進学し、哲学と法学を学ぶが、卒業することはなかった。1848年、サビナは秘密求心的政治サークル、リピールを結成し、リーダーの一人となる。サークル名の由来は、アイルランドの革命派にインスパイアされたものである。さらに、国会委員会とチェコ議会のメンバーにもなっている。この時期、サビナは多くの雑誌に、 多数の記事を書いている。書いたもののいくつかは検閲の対象となった。この時期、サビナの参加した1848年のプラハソーランの中で、後にチェコ国民学派の外なるベドルジハスメタナと知り合っている。1849年、サビナはメイクーに参加したことを理由に逮捕される。メイクーはミハイルバクーニンに影響を受け、プラハで 判乱の計画を立てていた団体である。1851年に、サビナは、他の24人と共に、死刑判決を受ける。しかし、時の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世によって、懲役18年に変更され、オロモーツ刑務所に収監される。判決から約6年が経過した1857年には、フランツ・ヨーゼフ一世が5月8日に行った、御社によって釈放される。 釈放後、プラハに戻り、フリーの作家となった。その後、スメタナのオペラ、ボヘミアのブランデンブルク人のリブレットを執筆する。さらにオペラ、売られた花嫁のリブレットもスメタナに提供している。校舎は、スメタナのオペラの中で最も人気のある作品となった。1870年、新聞、ホターロントは、サビナが警察の情報提供者であったと、 間接的に述べている書簡を掲載した。サビナは同志に対して裁判を起こし勝訴する。しかし、1872年に行われた非公式の裁判で8人のチェコの著名人によって構成される陪審は、サビナに情報提供者として後ろめたいことがあることを発見し、国外への亡命を防ぐために、サビナを密かにプラハに強制的に住まわせた。 サビナはこの非難を否定したが、今日ではサビナは1859年から実際に警察のエージェントであったことが証明されている。サビナが警察の情報提供者となった理由は、はっきりとしないが、成功しなかった革命後の失望と釈放後の極貧生活が原因であると推察されている。サビナは追放者となり、書籍は販売されなくなった。さらに、 ポスターなどにおけるサビナの名前はすべてイニシャルに置き換えられた。表出るたびに襲われる危険を背負うこととなった。しかしサビナはペンネームを用いて作家活動を継続した。そのペンネームのいくつかは今日では不明となっており、歴史家たちが努力するサビナの完全な現気の作成をかなり困難な状況にしている。1877年11月8日。 貧困と人々の軽蔑の中、この世を去った。死体検案書によれば、死因は衰弱であった。63歳ボージャーナリストとしては、サビナは主に、クバティ、マーフスキー・ダイレンニック、ユーモリスト、ディーパ、プロシュケイのオビニー、ワセラで活動していた。五二社では、サビナは編集者として携わっており、この二つの前任者は、カレルハ・ブリーチェク・ボロフスキーであった。 チェコの現代詩人イヴァンベルニシュのいくつかの三文詩にサビナについて述べたものがある。カレルサビナ存命時、1867年まではオーストリア帝国、それ以降はオーストリアハンガリー帝国領である。そのようなものの中には売られた花嫁も入る。そして一部の人々にはリブレットは彼への非難、権威に対して潔白を示す根拠として考えられた。しかし、 1971年にミロスラブイバノフが研究成果として発表した書籍ラビューレントによってこの考え、つまりサビナが無実であるという考えが誤りであると証明された。ありがとうございます。